あ、でも明日の朝一の方がいいかな。うん、明日の朝一の方がいいかもしれない。今だともう売り切れてる可能性まである。うん、まあということでね、エールをね、まあ、読んでいきたいなって、思うんですけど、ちょっと待っててな。4時間のね、麻雀でした。声もだいぶ回復したわ。うん、だいぶ回復した。あ、たくさんのエールね、ありがとうございます。本当感謝します。画面キャプチャーポンとね、っていうことでね、ちょっと見ていきたいなって思うんです。小松さん、マチャを160、感謝します。名前を入力さん、チンポニャ400L、感謝します。ヒカギン TV さん、喉をねぎらう、あれ喉を、あれの喉をねぎらう、あれねぎらう、ん、喉をいたわるだ、ごめん失礼しました。喉をいたわるために短めの文章をします、ね、ありがとうございます。160、感謝します。三枚貝、抹茶を160、感謝します。ワキンガー M さん、しつこくてごめんなさい。ドラクエ10はやらないと言ってましたけど、2月に出るのはオフラインです。お願いします。でも多分クソです。多分はっきりはこういう人のためにやりません。400、感謝します。高橋ひろとかさん、あなたの愛をください。できれば脇を見せてください。見せません。400、感謝します。ドカチンさん、昨日おなきんを1週間以上し、嫁との営みを迎えましたが、いざという時にボアス締め、力尽くしました。布団ちゃんおなきんを計画に、今日は授乳手こきもので果てます。皆さんおすすめ教えてください。ここなんかそういう掲示板だと勘違いしてませんか。わかんないです。昔でもね、あの赤坂にあったらしいです。あの妊娠じゃなくて、あの授乳できる風俗があったらしいです。はい、そういうのがあったらぜひ行かれたらどうでしょうか。はい、400L、感謝します。見切れてる？あ、本当？これなんでだろう。これだったら大丈夫？余分な顎まんげ、このその声のまま声が出なくなるまでカラオケ耐久を配信240、感謝します。オビワンさん、プンレクの NG ワールド、リストです。はい、160、感謝します。お大事なさい、喉の回復、待ってます。はい、世界観、布団ちゃんのマージャン配信面白いから、今度実宅で配信しますから。まあね、ほんとやっぱ触ってさ、モーパイとかしたいっすよね、やっぱりね。うん、モーパイして親指で、あれが楽しいのやっぱり。マージャン面白いんだけど、やっぱりこのオンラインでさやるときって、その牌を触る、あの重みを、なんかあのワクワク感、もう触れた瞬間にワクワクするから、やっぱ全然違いますよね。やってみたいなと思います。ゴーマさん、穴だらけの相対性理論をさも得意に語っていたアインシュタインは高田健士が言い放った、それとそれ逆やんの一言で破綻に気づき、舌を出したまま気絶した。160、感謝します。ありがとうございます。シミだらけの抱き枕さん、脱衣機能があった設定者に喉はお大事。へえ、あるんすか、脱衣機能あるの。ないよね。あったら機能オンにしたいです。ビリー・ヘリント、最近だらしないな、あん。240、感謝します。エントロちゃん、布団ちゃん、おばんです。久々に覗いてみると、まさかのマージャン楽しそうにしてる布団ちゃんを見て心がポカポカしてます。私だけでしょうか。私の休憩は終わり、またお仕事行ってくるね。160、感謝いたします。ありがとうございます。ヒンすればドンさん、初エールです。ジャンタマ個人で大会開けるので、マチャオ杯開始させてほしいです。ねえ、なんか考えてきますね。えマジアン好きなんで、よやける、感謝します。サチガミ付きモブさん、布団好きやぞ、好き。160、感謝します。読めない人さん、布団ちゃんのマージャン待ってました。ところでこの前あることをしたら、このアカウント一発番だったけど、運営に誠心誠意謝罪したらアカウントが返ってきたよ。やっぱオープンレック TV は最高だね。160、感謝します。レモン爆弾さん、冗談でも他宗教の神様や創設者をバカにしたようなことを言うのは失礼極まりない、やめてください。人間として終わってます。160、感謝します。とりあえずこいつは嵐なんでね、とりあえずいいや、ロックしときます、とりあえず。はい、あーこれか、またこいつか。お前マジで本当にいい加減しとけよ、こいつ。本当にてめえ、人様に迷惑ばっかけやがって。こいつどれだっけ、あれアカウント出てこねえ。まあまあいいか。お前マジで見てるよ、てめえ。こちらですね。あれ
戻れない。ここか。神月モブさん、布団さん、あ、ここか。家にいるユダヤ追い出せたか。ワイ布団好きやし心配ぞ。ワイと布団両もやし、早く神社謝罪しなきゃ。何かあったら相談乗るぜ。布団頑張れよ。なんかすいませんでした、感謝します。同じ方から、布団レーザーで撃たれてないか。気象兵器やら姑息やし、ワイ怖いぞ。布団、ワイ布団好きやぞ。ありがとうございます、感謝します、感謝します。こんなエール多分ここでしか見れないと思います。本当にありがとうございます。ミスターオセロマンさん、オセロマンさん、ジンパイド、これなんですか、これ刃んジンなんですか、これ ジンハイド、あ、バセドか、160、感謝します。 NU さん、お疲れ様です。喉大事にしてください。たまにオープンレックで APEX 配信するんですけども、どうしても配信がくっついてします。よろしければ布団ちゃんの OBS の設定をお伺いします。見えてる？こんな感じです。はい。見といてください。以上です。タコさん、布団ちゃん配信ありがとうございます。友達が先日始めたばかりのジャンタマで中連暴動が出てしまい、もうじき死ぬんじゃないかと怯えてします。すごっ。400円感謝します。すごっ。ね、あの1112345678999を揃えるとね、中連ポートっていう幻の役満なんだけどね、上がると死んじゃうらしいです。おめでとうございます。友達やけど。アフリカさん、ここぞとばかりに格安エールばっかりを送るんじゃねえ。160、感謝します。余分なごまんげさん、4時間お疲れ待ちを400円感謝します。ネオダイタさん、マサオさん、マサオ160、感謝します。ナジミンジャンダルクさん、お疲れ様でした。160、感謝します。ステアカフトンちゃん、倉庫の着せ替えで持ってないキャラの進化後や限定の立ち絵が見れます。すごい、最後見てみてください。ありがとうございます。見てみます。どれどれ、倉庫、倉庫の着せ替え、倉庫、これか、護霊の着せ替え、わあわあ、ほんとだ、こういう風に進化するんだ。え、あれは、え、いる、あ、いたいたいた、わあすげえ、園芸がだいぶ育ってんじゃん。アジサイだのバラだのが、わあ、メイド服だ。ケチャップと、ケチャップでオムライスにハツってつけてる。コーヒーもなんかね、バリスタみたいなもんな。いい。最近どうなんすか。あ、でもあれか、浴衣でお祭りとかは多分来年は盛り上がるんじゃないかな。いいね、俺この子でよかったわ。最後に見てみよう。ちょっと待ってるよ。いねえのかな、車椅子の可愛い子ちゃん。この子だっけ。あ、立ったわ、七海玲奈さん。車、すごく感動するよね。この子立てなかったけど進化したら立ったんだ。この子あれだな、解放が1個しかねえから、こいつ気になる。 A37 何やねんこいつ本当に。さあ、じゃあということでね、赤木しげるも、はい、あ、これ解放してんだね、これね、かっけえ、かっこいい、かっこいい、かっこいい。な、結構持ってたよね、割とね、うん、はい、あの持ってる人いましたよね、これね。じゃあ僕、7、8、9時ぐらいにちょっと今度、ドラゴンボール未来編、せっかく買ったんでね、